画船紙とは、書画に用いられる、黄板の用紙。色合いは、白色のものが種である。画船紙、画船、宮尾船、正信、画船とも書かれる。墨の発色や滲み、かすれのびといった書画表現を満たすために生み出された紙であり、大きさや厚さ、紙質などによって様々な種類に分けられる。画船紙という古称は、線紙と呼ばれる、中国、 先週産の上質諸菓子から来ているという。日本では、江戸時代以来、中国から輸入した諸菓子が用いられたが、第二次世界大戦後これに習った紙が各地で生産されるようになった。日本では、中国製のものを本菓線と呼ぶのに対し、日本製のものを和が線とも言う。日本の菓子腺には、甲州菓子、陰州菓子、越前菓線、土佐菓線、伊予菓線などがある。 大きさによって、大河川、中河川、小河川に分けられ、厚さによって、単川、二層、三層に分けられる。また、紙質によって二川、玉番線、ラモン線、豆腐線などがある。日本では中国でいう、小河川が全紙と呼ばれ、書道用河川紙の基準サイズとなっている。全市を基準とし、全市の縦半分切りは、半切という。青大川紙は、 中国安吉省の泉州で産出する諸菓子を指す。この地域には良質な線紙の原料になる青丹の木が自生する。この青丹の樹皮を主原料に藁を加えて作られた紙が現在に続く線紙の元である。バチみの良さを求め、墨の持ち味、墨色の変化をより良く表現できるように長年にわたる研究が続けられた結果開発された。中国では 大型の紙を総じて、諸菓子と呼ぶ。諸菓子の中でも、伝統的産地である洗浄で、伝統手法にのっとり生産される紙を、千紙と呼ぶ。しかし、巧妙な千紙のブランドを利用した産地の紙でもその土地の名を冠した、千紙と称する製品も古くからあり、福建省の福建線紙が一例でかつ有名である。経験の、 紅れな生杯が最高の線神のブランドとされている。日本においては、諸外用の和紙を河川紙の名で呼ぶ。江戸時代、日本に輸入された中国製の紙のうち河川紙などの名で呼ばれたものがあり、文人の間でもいられた。第二次世界大戦後、中国からの紙の輸入が途絶する状況の中で、山梨県、西島や鳥取県、青谷町、佐治村、 愛媛県川のといった和紙産地において中国風の生姜用紙として河川紙の製造が行われるようになった。紙材は様々であり、甲州河川では三つ股の腰と稲わら、州河川では木材パルプとわらが主に用いられる。生姜など非木材繊維も用いられることもある。台湾や中国本土各地、 フィリピンなどで日本式のが戦士に似た紙の生産が行われており、アンカナが戦士として日本にも輸入されている。ありがとうございます。